は今まで草ぼうぼうだったんですけど、ついに草刈りが終わりましたね。その代わり僕花粉に反応しちゃって、ここ帰ると鼻がやばくなるっていう、くしゃみと鼻水が止まらんくなるっていう。いや、それは置いといて、どうもてっぺいです。じゃあ今回なんですけど、靴ひもの話題になるんですけど、チェーン引き、これね、これでチェーンの張りを調整できるよっていうネジなんですけど、これに靴ひもが引っかかって、靴ひもにパーマかかりましたこんな感じになりました、もっさもさで、エメリカとかの靴って結構長めなんですよね。通常だとこんな感じで、結構きつく張りたいので、結構枠がこんな感じになっちゃう。で、なんか知らないんですけど、コグの方にインサイドの技、こっち側のペグに乗る技やってて、なんか引っかかっちゃってもっさもさになっちゃったんで、今日はまず靴ひもの交換やってきます。ちょっとイエローっていうかピンク、イエローじゃねえ、ピンクがなかったんで黒になりますけど、やってきます。ちょっと映ってるかわかんないけど変えていきます。黒色で、ちょっと短めのやつを後藤さんからもらったんでやってきます。じゃあまず分からんくならんように写真だけ撮っていこう。よし、じゃあ行くぞ。なあ、ほつれた方だけでもいいかなと思ったんですけど、両方変えます。お、全然足りる。長いから、まあ、ちょっと短いから足りないかなと思ったら全然足りましたね。よいしょ、黒だと違和感あるな。よいしょ、こんな感じ。もうマジでどうなったかは正直わからんすね。こんな感じやべえよな。A few moments later. 黒なんか違和感あんの？はい、こんな感じ。どうなった？マジで。やべえな。こんな感じ。ちょっと黒色になったんで、ピンクからちょっと違和感ありますが、やっていきましょう。今日も練習。ちょっと最後のバースピンぎこちなかったけど、ロメロの靴、こっちの方に紹介した動画貼っつけておきます。ちょっとなんか薄いんですよ、ソールが。ソールが薄いんで、ちょっとあの疲労感っていうのが結構あります、使ってるとね。
で、あと今日から、外部マイクをつけてみました。外部マイククソ安いのやつで、この前バイクチェックした時にブツブツ言うんですよ。カットを入れていくと、カットを入れたところでブツブツ鳴るんで、今日もう一回使ってこれが鳴るようだったらもう使いません。まあでも安いやつなんで文句言ってもしょうがないんですけどね。一応こんな感じ、こんな感じです。 GoPro Hero 8 Black に、なんだっけ、メディアモジュラーをつけて、上に外部マイクをつけてます。で、今日もお決まりのモバイルバッテリー、今日初めてこっち側から撮ってきます。GoPro の初めて使う設定、タイムラプスっていうのを一回使ってみようと思います。まあ、練習して夜暗くなっていくまでをちょっとタイムラプスでいい感じに撮ってみようと思います。てかまだ6時15分なのにもうめちゃめちゃ暗いですね。こんな感じなんで、もうちょっと乗って帰りましょう。もしかしたらオープニングじゃなくてエンディングが撮れないかもしれないので、もう動画閉めます。まあローンモア結構いい感じに撮れてるんで、まあ乗れてるんで、まあメイクまでもう少し練習していこうと思います。9月の13日なんですけど、今日撮影日がこんなんだったっけ毎年。まあこんな感じで練習していきます。まあちょっと明日からまた雨が続くみたいなんで、もうちょっと乗って帰りましょう。 GoPro も限界が近づくんで。ちょっとローマースピンで寄ったんで今日はもう帰ります。最後までご視聴どうもありがとうございました。